界における中国のこれまでの動きをおさらいしておきたいと思います。こちらですけれども、中国の南シナ海への進出、1950年代半ば、パラセル諸島の半分を占拠したことから始まります。そして1974年にはパラセル諸島全域を支配、そして1980年代半ばにスプラトリー諸島に進出し、1988年にはスプラトリー諸島6カ所を占拠しました。そして2000年代にはですね、さらに南シナ海の南部へ進出していきます。2012年ですけども、フィリピン・ルソン島西220キロにありますスカボロー礁を事実上の支配しまして、2014年以降スプラトリー諸島において大規模な埋め立て、そしてインフラ整備を行っていきます。でさらに今年の1月にはスプラトリー諸島に建設した人工島の滑走路で飛行訓練を行っています。さあ、朱さん、ここまでの話いかがですか？まず今ですね、その図で中国はあたかも50年代から次々と拡張しているという一面しか解説されてないと思うんですけれども、そもそも40年代1946年当時の中国は南沙諸島までですね、それは自分のこれは日本までですね、降伏でそれを回復したと、それで主権を全部西沙南沙回復したというところを宣言しているわけですね。でその後中国の内戦で、南シナ海のところには手が及ばなくなり、で一方西沙というのがそれが1950年代1954年頃ですけれども、それは台湾との戦いで、同じ中国人同士の戦いで、中華人民共和国が勝ったわけですね。でその間にその前にフランスが、入ってきたわけですね。別に他の国が取ってて中国がゼロから入ったというより、それはその時にいろんな事情でですね、むしろその前にもう中国の一部というところが宣言され、で当時の日本と台湾の中華民国との条約の前文に日本がこの西沙諸島、南沙諸島を放棄したというところ、中国との条約まで書き込まれているわけですね。そこの方がまず一つ歴史の部分。はい、第二、今本当になぜこの2月16日にアメリカ急に問題にしたのか、それがそもそもその日に中国が急に配備したわけではないことですね。私もちょうど中国のネットでいろいろ調べて、去年10月ですね、24日の報道ですけれども、全く同じ場所、つまりこっちに見せない、この中国名、栄光島ですけれども、その島の全く同じ砂浜に、中国のこの HQ9 のミサイルでですね、そこで配備され、数週間そこで訓練が行われた。ですからそこの部門でですね、当然あのミサイルとレーダーを含めてセットで配備されたんですけれども、言いたいのはなぜこの2月16日にアメリカがこんなに問題にしたのか、それが中国の専門家の間でもいろいろ話してたんですけれども、やはりアメリカと ASEAN 諸国との会議、それでですね ASEAN 諸国を対中包囲網作りに巻き込むところが、それが最後の合意では中国を脅威と、あるいは南シナ海というのを挙げなかった、でアメリカはやはり今回のことは実際に脅威というより中国脅威を煽って、他の国がみんな中国怖いと、それアメリカによる対中包囲圏を作りのために今回作ったその外交の戦術ではないかなというふうに思われているわけですね。ただですよ、じゃあ過去にその何回かそのミサイルを配備したこともある、去年の10月ですか、打ち上げのその演習をしたということであれば、別の言い方をするとアメリカと ASEAN のその会議が行われているその日の直前にね、これ見よがしに配置すりゃ衛星から見られるの分かってるわけじゃないですか。わざわざ中国の方から材料を撒いてるようにも見えるんですけども、じゃあ中国側からしてみたら2月の上旬にあの島にミサイルを配備する何か戦略的な必然性はあったんですか？まず国連ですね、本当の配備かどうか私もまだ分かりませんけれども、少なくとも言えることは、今回砂浜に、トラックに、積んだままでですね、そういうところに配備ということでですね、それと永久的な配備なのかどうか、それは正直言ってまだ分からないところがあります。私も発見しましたけれども、ですからこれでですね、中国は常にそういうところでいろんな島で出てですね、この訓練を含めてやってると。で今回配備した目的、私は直接 ASEAN との会議で、かつてそこで
ASEAN 系にこれをやったということは、まさにアメリカに口実を与えるようなもので、そう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 、終わってからは配備すればいいんですよ。それが ASEAN の会議と私は全く関係がないと思うんですね。まあ、全般的にその南シナ海の西沙諸島での防衛の強化と、私は強いて、今米中のですね、もっと大きいサークルでのですね、あの駆け引きで言えば、これ韓国でのアメリカでですね、これがサガと多くミサイルでですね、このシステムの配備でですね、それに対して中国はかなり強く反対しているんですね。ですから、この中国とアメリカの動きというのは単純に南沙、西沙、あるいはあの韓国ということだけでなく、この広い意味でどこか駆け引きをしている。さらに私はもっと広く言えばですね、オバマ政権は今やっぱり中国に対してもう残りが最後に1年しかないので、やれるところまで中国を詰めて、そして次期政権ではまた中国と手を打つと、そのようなところでやっぱり米中の大きい一つの駆け引き、その中に入っているんじゃないかなと感じます。いっぱいお話出てたんで、いろいろ伺っていかなくちゃいけないんですけれども、まずどこから伺っても、小野寺さん、まずその主さんの頭で言われた軍事的なものっていうのは過去もやっていたことであるんでね、今回別に取り立て騒ぐ必要はないんだろうって、ここの部分から伺って、どう思いますか。まずはい、まあ、この周辺の国も同じく、はい、この付近の島の占有を主張していますが、はい、どこもそこにわざわざ、はい、例えば戦闘機を配備するとか、うん、このような対空ミサイルを置くとか、はい、そのようなことはしていません。ですから、うん、言ってみればちょっと中国が一人で、うん、まあ、力による現状変更しているという印象を、はい、まあ、周辺国に与えている残念な事例だと思います。うん、私は今回この配備の一つのきっかけになったのは、はい、実は先月1月30日に、うん、地図にありますが、パラセル諸島の下のトリトン島というところがあると思いますが、はいはい、ここに航行の自由作戦ということで、うん、アメリカの海軍の船がここを通行したわけです。でもこれに対して当時実は中国の国内でもかなりいろんな世論が出ました。はい、ですからそういう意味でやっぱり中国政府としても何らかのやはり姿勢を示すという、そういう意味で今回こういう配備があったのかなと。ただそこから先ですね、これはおそらく中国の外交当局がもしかしたらちょっと見誤ったのは、米 ASEAN の会議、まあ、これが16日ですから、はい、そう言ってみればちょうど準備をして配備したタイミングが、ね、米 ASEAN の会議にちょうどぶつかってしまった、うん、そうすると、まあ、それがオープンになることは逆に言えば中国 に対しての脅威論がちょうどその前で増してしまうことなので、ね、よく中国あるんです、その軍事当局の部分と外交当局のズレというのがありまして、はいはい、実は私どもの私が大臣の時に経験した例の中国の海軍の日本の自衛隊の船に対するレーダー照射、はい、発火したんですが、あの時も、まあ、軍当局のおそらくやり方と、はい、その後の向こうの報道の状況を見ると、なかなかその外交当局にその動きが伝わってなかったんで、はい、内部でかなりこう揉めた、混乱したことがありましたので、今回もおそらくこの30日のアメリカの航行に関しての一つの牽制、はいはい、うん、ところがそれがちょうど準備して行われたタイミングが、米 ASEAN の首脳会談にぶつかって、外交当局はちょっと、まあ、困ったなというところが、もしかしたらあるのかなと、私自身はちょっとそんな印象を持ちました。小原さん、どうですか、タイミングについて、おかしいんじゃないのっていう話を、小野寺さんなんか計算できて、連絡、横の連絡が悪いっていう意味ですね、今の話は。どうご覧になりますか。私はこれはアメリカ、はい、中国ともに意思表示をしたかったなと。ほうほうほう。アメリカはもちろん、その、はい、米 ASEAN、首脳会議に合わせて報道することで、はい、中国の脅威を、まあ、表したい。しかし中国は中国で、今小野寺先生がおっしゃったように、うん、1月30日の第2回の、航行の自由作戦、うん、これに何らかの反応はしなければいけない。で実は第1回の航行の自由作戦、昨年の10月27日ですけれども、このあと中国の国内では2回目やられたら持たないかもしれないとさえ言われていた。それは南沙じゃなくて西沙であろうとも、どこであろうとも航行の自由作戦はやっぱり中国にとってはきついものなんですか。はい、実は中国は何もできないということを示してしまっているわけですね。なるほど。ただ追尾しかしてない、はい、警告しかしていない、はいはい、で1回目は中国の警告に従って、はい、アメリカの艦艇が、まあ、領海の外に出たと言えばいいわけですけど、うん、2回目3回目になるともうその言い訳はできない、うん、で実際にやったら今度は衝突する可能性がありますから、これもできない、うん、で実は昨年の12月には18日に米軍の B-52 という戦略爆撃機が、はい、これはクアテロン礁という南沙諸島の、
一部で中国は、人工島を建設している、ここは2マイルを飛んだということなんですが、2マイルというと下から見るとほぼ直上ですね、まあ、そこを核爆弾を投下できる戦略爆撃に飛ばれた、これについて米国防総省のスポークスマンがわざわざですね、中国側からスクランブル等の対応はありませんでしたと言ったんです。なるほど。これ中国は何もできませんよということを言われたのと等しい。でもちょっとそれに対抗するとしたら、もしスクランブルで戦闘機を迎撃させる以外だと、実際で例えば地対空ミサイルを当ててみるとか、そういう話をした方すればよかったって言いますか、中国側としても力を見せるためには。スプラトリー諸島の方にはそういったものをまだ配備していませんから。なるほど。しかもこれをスプラトリー諸島でやると緊張がやはり高まりすぎる、やはり今相互に段階的にですね、相手の動きを見てやってるんだと思いますが、ただ中国としてはアメリカのその圧力に屈するつもりはないということを、パラセル諸島で見せていく、これはアセアン諸国に対しても見せる意味があると思って、なるほど、中国は低い位置はないということをアセアン諸国も知ることになります、アセアン諸国というのはアメリカだけを見ているわけではなくて、中国も両方見ながら動いていますので、まあ、そういった意味では米中双方ともにそれぞれ意図があって、まあ、この時期に配備をし、あるいはこの時期に報道したのではないかと思います。今米中はまさに本当に、はいはい、それが一種のチキンゲームをやっているようなものですね。アメリカとしてはやはりその間いろんな手で中国を封じ込めようと、で軍事的に威圧的な手段を取るとともに、なるべく多くの国に対して中国の脅威というところを煽ると。で一方の中国は当然これが自分のでですね、その守備範囲で、軍事化と言われてて、アメリカこそここにいろいろ海軍空軍で強化してですね、他の国を煽って共同パトロールする。で中国がパトロールしてどこが悪いのかと、そのような部分でですね、おそらく私は中国でですね、直接米中とも正面衝突するつもりは互いにないんですけれども、駆け引きしながら最後にある高い段階まで来て、ではどうするかと、そこで手を打つというところでですね、やはり、狙っているんではないかなと。周さんね、周さん、ちょっと今小野寺さんと小原さんから出たその推測として3つぐらいあって、まずその軍部が要するにそのミサイルを設置するという判断と、中国外交部との連絡がうまくいってなかったんじゃないかという推測が一つありました。もう一つ、その1月30日にここにあるトリトン島に航行の自由作戦で来たことに対して、中国軍はとにかく早く何らかの形でその、自分たちはやる気があるんだというのを見せないといけないということで、とにかく焦っていたんじゃないかという分析がありました。それともう一つ、中国もアメリカもお互いにこの地域において